日はかなり気温が上がるところ出てきそうですね、はい、そうですね、特に東海から近畿にかけては危険な暑さというのが予想されております。明日の上空の気温の予想から見ていきましょう。台風6号の北上や台風7号の接近などによって日本列島の上空は非常に暖かい空気に覆われた状況が続いております、はい、明日の朝の時点でこの白いところで囲まれたところがプラス21度以上というエリアになります。これを時間を進めていきますとだんだんと近畿東海あたりに拡大していきまして午後の時点では21度以上のエリアがかなり拡大してくるということになりますね。また東海の一部にはここ24度以上という領域も現れてきます。大体この1500メートル付近の気温プラス15度が晴れた時の地上の気温ということになりますのでそうなるともう40度に近い38度39度といった状況が現れてくるということになります、はい、実際に地上の気温の予想を見ていきましても東海地方特に濃尾平野ですとか近畿はほぼ全域といった領域ですね、うん、あとは、岡山県から香川県徳島県といったあたりも気温が上昇して35度以上の猛暑日が予想されるということになっていきます、はい、この中でも特に気温が上がりやすいのが近畿東海ということになっていきます。大阪の気温から見ていきましょう。大阪のこの後の気温変化見ていくと今日はだいたい36度ぐらいだったのが明日はもうお昼には35度を大きく超えて昼間はさらに上昇してここは38度予想という状況ですね。今日以上の暑さということになります、はい、そして名古屋を見ていきますとさらに高くてもうお昼に35度を超えた後もどんどんと気温が上がりまして昼間の気温が39度というところまで上がる見通しということになります、はい、都市部でもこれだけ上がりますし内陸部の気温の上がりやすいエリアなどでは40度に近づくないしは達してもおかしくないぐらいの暑さということになります、まあ、非常に危険な暑さということになりますので、まあ、熱中症対策は最大限行うようにしていただきたい1日と言えそうです。わかりました。長時間の屋外での作業は控え、より涼しい場所でお過ごしください、はい、詳しい内容はアプリもしくは YouTube チャンネルからご覧いただけます。チャンネル登録の上ご確認ください。